ロシアの同盟国ベラルーシで拘束された日本人男性についてベラルーシの国営放送が5日放映したおよそ16分間の特別番組、東京から来た侍の失敗。番組はベラルーシ国家保安委員会がこの男性をスパイ活動容疑で捜査していると説明しました。男性は中西正俊だと名乗った上で、私の活動はベラルーシの安全に損害を与えた、私は悪いことをしたなどとロシア語で語っています。ただ撮影は治安当局の指導で行われたとみられ、男性の真意を反映しているかどうかは分かりません。この番組について林官房長官は極めて遺憾だと述べ、邦人保護の観点からできる限り支援すると強調しました。